日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。本日はこちら、マクドナルドに連登場したカフェのホリデーシーズン商品を飲んでいきたい、食べていきたいと思います。ホリデーフラッペといちごムースラテだったかな。ホリデーフラッペ、オレンジのものとホワイト、そしてグリーンアップルマカロン。グリーンアップルマカロンはちょっとまだ秋が残ってるね。まあそれはどうでもいいか。美味しそうですもんね。それでは、早速マカロンから食べていきたいと思います。わ、リンゴの香り結構強いですね。これはさっぱりいただけるのかな。ではふふーん、さーてどうなるかなって思って飲んでたり食べたりしたんだけど、これはどうだろう。クリームもチョコもかなり甘めで、わ、やっぱりどこかほっと一息つけるような味わいかと思いきや、ちょっとしっぷしってくるようなものもあって、やっぱり美味しいですねハッピーホリデー、いやメリークリスマスの方がいいような気はすると私は思うんですけどね。最近はそういうのもみたいな話をちょっと聞いてるので残念な部分があります。まあ商品はね、だから商品の詳細はこの後すぐ。まず最初に食べたグリーンアップルマカロンなんですけど、噛んだ瞬間にマクドのサクフニャッとした食感とともに口の中に甘酸っぱく爽やかな味わいが広がってきて美味しかったです。で、爽やかといえばフラッペのオレンジチョコも、あ、チョコレートで甘いんですけど、ところどころでオレンジの酸味がシュッとかキュッと締めてくれて美味しいですね。同じフラッペである白い方は、ホワイトチョコね。ホワイトチョコは少しミルク感が強く甘めで、より甘いチョコレートがお好きなのであればホワイトチョコの方がいいですね。反対に甘さだけじゃなくてさっぱり感も欲しいなと思うのであれば、オレンジを私はお勧めします。そして最後になりましたが、ホットチョコレートなんかは結構こちらのチョコレートも甘めで、全体的にホリデーということなんですが、少し甘めなチョコレートにまとめてきた印象が今回はありますね。その中でも酸っぱさも感じられて、少し目が開くような美味しさがあったオレンジチョコフラッペが今回一番美味しいと自分は思いましたので、代表として4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。